大人気 E657K フレッシュ日立ちカラーリバイバル車両今回は3色目の黄色が登場しました詳しく見ていきたいと思いますでは本日もよろしくお願いします 郡山の車両センターで発見された E657 系のフレッシュ日立リバイバルカラーイエロー3色目今回はヤマト様より画像の提供をいただきましたヤマト様ありがとうございます概要欄にリンク等を貼ってありますのでぜひご確認お願いいたします E657 系フレッシュ日立カラーはこれまで5色のうち2色が登場し現在運行されております1色目が緑 2色目が赤、そして今回3色目がイエロー、黄色になっておりますえ。残りオレンジと緑が今後登場する予定です。この黄色の編成、今塗ってる最中ですね。横からの写真ですが、フレッシュ日立そっくりです。黄色のカラー、いいですよね。菜の花の時期にぴったりだと思います。梅の時期にぴったりな赤いカラーは、 3月に登場しましまたでクリスマスといえる、えー、緑のカラーはすでに登場しておりますそして今まで緑と赤が発見されてから営業運転開始まではだいたい2週間から3週間程度でした。 発見されたのは先週ですのでおそらくその予想では4月の10日週か17日週、まあ、遅くとも4月の23日頃までには営業運転を開始するのではないかと思います非常に楽しみですこの E653 系フレッシュ日立ちカラーですが全部で5色を予定しております全体の編成数で割合で言いますと フレッシュ日立カラーが来る確率は、まあ、5色が全部揃った段階でだいたい5分の1ぐらいになる計算になります5分の1というと約20%ですね20%の確率で各カラーが来るとでさらにそこからそれぞれ20%の確率でそれぞれの色が来るという感じになります、まあ、どの色の変成に乗れるか楽しみですよね 個人的にはその同じカラーを2本か3本作っていただいて、まあ、現行の日立のカラーと含めて、まあ、同じ確率で来るようにしたら面白いんじゃないかななんていうふうに思ってますけど、まあ、多分全部1編成ずつでちょっとレアな感じにするんじゃないかなと思います。まあ、先日日ですすねフレッシュ日立の赤いカラーが通過する時に 小さなお子さんとかがですねその列車お父さんと一緒に時刻調べて撮影したりしていてすごい楽しそうだなっていうふうに感じました、まあ、今後他の色も登場するかと思いますけれども登場した際にはまた速報で取り上げさせていただきます大和様今回は画像の提供本当にありがとうございます 先ほどは正面からの画像を見ていただきましたが今回は連結器部分からですね、えー、連結器っていうのをなかなか見る機会が今ないと思いますフォ、まあ、ローが見えてますねで、えー、と完全に先頭車両に関してはフレッシュ日立カラーになっているのが確認できますそして最後に側面からの映像を見ていただきたいと思います こちらもヤマト様より画像提供いただきました。ありがとうございます。横には東北地方で走っている701系が停車をしております。この701系とフレッシュ日立カラーの組み合わせ、かなり新鮮だと思います。黄色と紫の列車が並んで停車をしております。営業運転が楽しみです。このチャンネルでは営業運転開始後、できるだけ早く